皆さんはじめまして、3D キャラクターアーティストの伊藤です。私は日本でアニメ、ゲーム、映像、VR など様々な分野でキャラクターを制作しています。今回は 3DS Max と Pencil Plus 4を使用したセルルックキャラクターモデリングの制作工程をご紹介します。日本のアニメのような見た目のキャラクターを作成するチュートリアルや資料は大変少なく、勉強するのに苦心することが多々あるかと思います。私も業界に入るまではセルルックについては独学で学んでいましたが、これから学習する方にはもう少し簡単にセルルックに触れてほしいと思い、制作動画を残すことにしました。今回は何もないゼロの状態から素材を作成し、ペンシルプラス4のマテリアルとラインを駆使してセルルックキャラクターを制作していきます。モデリングからリギング、レンダリング、素材の書き出し、最後に簡単なコンポジットまでを収録しています。セルルックは特別な画力をあまり必要とせず、造形力とデザインを再現する能力を重要視しますので、絵が描けない人でもアニメイラストのようなキャラクターを作ることができます。セルルックは他の 3D モデル制作とは少し違った考え方や面白い見方ができるところも魅力ですので、ぜひこのチュートリアルをきっかけにセルルックの道を学んでいただければと思います。